八倉勝男君公明党の八倉勝夫と申します、3人の参考人の先生方、貴重なご意見、大変にありがとうございました。えー、ちょっと私からまずあの、松原参考人もおっしゃっていただいた、まあ、因果関係による限定というところに絡めてなんですけど、えー、この外部、まあ、ある意味、外部事情がないことによって、行為の危険性がないというふうに判断する場合と、 外部事情がないことによって因果関係がないという場合に判断することのちょっと区別を少しだけ最初教えていただきたいなと思って質問させていただきたいと思いますあのまず今井参考人レジュメの方で今回の5号についてあの被害車両のとの,この速度相対的な速度要件をの関係で危険性の欠如という行為の危険性の判断の要素として 考慮されたわけでありますけど、この実行行為の危険性が外部の事情によって影響するということの、まあ、理論的な部分を改めてのご説明いただきたいのと、例えば、えー、今言ったような外部事情がないことで行為の危険性がないというふうに判断される場合とはまた別に、ジュメのほ、えーまあで A とか B とかの,この不注意とか、 まあ、あ、し、b とか c とかの不注意によって、因果関係がないっていうふうに。認定されている場合もあるんですけど、ここの、この違い区分けの、えー、違いみたいなことをちょっと。概念的で見ので、教えていただければなとまず思いました。今井参考人。ご質問ありがとうございました。まず、あの、午後の理解でございますけれども、委員がおっしゃるように、えっと、被害車両が重大な交通の危険が生じることの速度で走行しているっていうのは。まあ、外部事情。 ととということも可能でです加害車両との関係ではしかし、加害車両、被害車両が同じ場に設定された場面を走行していることでありますので、えー、加害車両自体がこの要件を満たしていなくても、その被害者との関係では危険であるという認定は十分に可能だと思いますし、そのような考えが5号で取られているのだと思います。 それから B と C が私のレジュメで書きました事例において B や C が特に C が因果関係が切れる場合があり得ると申し上げましたのは先ほども,も報告いたしましたけれども例えば高速道路で走行中前方に B という車両が停止しているということが十分よ、えっと、認識できて回避余地も十分あったにもかかわらず脇見等で突っ込んでしまったそこで C が死んだような場合には C 自身において B との衝突を回避可能であり 結果回避可能性があったということで因果関係が切れるのではないかと申し上げたところですですからえっとここの事情を変えることによっては、えー、因果お考えになっているように因果関係が切れない場合も出てくるのかもしれませんが私の事例では切れる場合を申し上げた限りでございます八倉勝男君ありがとうございますあのしす松原参考人にもこの。 実行行為者の事情以外の事情で危険性がないという場合と因果関係が切れるという場合の違いをまた改めて教えていただければと思います松原参考人、はい、4号の場合には自ずからが高速というか危険速度なんで、まあ、行為自体の危険が直接問題になると思うんですね、それに対して5号の場合には被害者車両。 そして6号の場合には、まあ、第三者車両も含めた道路上の走行ということでいわば環境的な危険というものが問題になりうるところだろうと。でまずお答え1つ目ですが行為自体の危険というのは実行行為制の限定がかかってくると思いますが行為後の事情特に第三者車両の対応速度といったものは被告人の 行為自体の属性ではないので、これは実行行為性の問題ではなく、因果関係の判断の要素になってくると思います。そしてその上で、第三者車両が著しい不注意でぶつかった場合、今、参考人が言ったように、これは因果関係が切れるんだろう。 また、そうではなくても、著しい過失ではなくとも、関係車両がすべて低速であった場合には、これはあの私は、6号の予定している危険が結果に現実化したわけではないので、6号の罪としての因果関係は認められないんじゃないのかということを付け加えさせていただきました。ありがとうございましたあの松原参考人人改めてじゃああの被告人の 行為の属性によった場合があの、外部事情がその行為の属性によって影響するかっていう違いと、そうでない事情で結果、処罰必要がないというのが因果関係の切除というところ、そこの区分けということで、よろしいわけですよね松原参考人補足いたしますと、外部事情でも行為時にすでに存在していた事情は、いわば行為の一部と見ることも可能なので。 外部事情であっても、行為時に存在している場合には、実行行為性の要素になることもありえますが、外部事情であり、かつ行為後の場合には、これは実行行為の要素とはできないので、因果関係の判断要素とすべきだと考えます百倉勝夫君、はいあ。じゃあその上であの、松原参考人に、まあ、この法律の評価なんですけど、改めてですけど、あのまあ、この透明の事案とかの裁判については、 まああの多分裁判所も、この事案は,あやはり処罰に値するんだという思いもあ,あった上で、ただ、あ結果的には論理,理論構成としてああの、実行行為から除外された行為との間の因果関係をこう結論を想定した上で認めるような事態になったということでありますけど、今回の法律によって、 実行行為が新たに停止となることで、その行為との属性との因果関係というのが、より明確に判断し得ることになったという点では、この問題になっているナジアについても、まあ、あの財刑法定主義にも反してない形で、しっかりと妥当な判断がし得る法律となったという評価でよろしいでしょうか。松原参考人、はい まさにその通りですで、えー、に6号があったら今回の事件は間違いなく6号で,直で、えー、停止させる行為を実行行為にして文句なく因果関係も認められた。 と,思いますところがあ、無理に4号で罰しようとしたために、因果関係がかなり緩んでしまって、これは別の事件に悪影響を及ぼさないかなと、一つの宣伝になってしまうので、えー、そういうことを危惧しています、したがって6号が作られたことは、あ因果関係の範囲を明確化する意味でも、非常に有益なことであるというふうに思います矢倉勝夫君。あ、はい、ありりががととううごごござざいいまます、えー、貴重なご意見大変ありがとうございました ちょうどまたあの両先生にまたお伺いする時間があればと思うんですけど、あとあ、柳原参考人にお伺いしたいと思います。本当に被害者や遺族の方に寄り添われながら、今まで活動されていたあの記事も読んで、改めて感銘を受けたところであります。そのの、参考人にお伺いいいしたんんですけど、ろんな、この 悪質なドライバーを見逃さない、まあ、そういったことに対してのご提言、一つ一つ非常に重要だと思いますし、それらはまたしっかり参考にしながら、我々も実現に向けていろいろ動いていきたいなと思う、あそれに合わせてですね、えー、また別の視点というか、被害者の方々へのこの具体の支援というところについて、こう自動車事故に遭った方であるとか、そういう方々への支援ということで、 さらにこういう部分をもっとやるべきだというご提言みたいなのがありましたら、おっしゃっていただければと思います柳原参考人、はい、あの被害者の方々あの、本当にその一部の方々があの苦しい中で立ち上がって、で会を立ち上げたり、あのいろいろなあの活動をしてくださっています、でもあの国としてです、ね、そういう人たちへの支援というのは具体的にはなくて。 例えばその金銭的な部分ですとかいろんなその援助っていう部分ではなく皆さん本当にあの自分で今それをやっていらっしゃるっていうところがあのもうほとんどだと思うんですね。ですからやはりこの体験した人でなければわからないその細かなあのご苦労ですとか改正点とかそういうふうなものをあのぜひ積極的にもあの吸い上げていただいて。 で具体的にどこをどういうふうに変えていけばいいのかっていうのをあのもっとこう国の方として積極的にそういう方々へアプローチしていただければあのいいのではないかなというふうに思います。はい、芥川勝夫君。ありがとうございます。あの現場にしっかり寄り添って私たちもあのそういう声多様ないろいろ聞いておりますけど、さらに活動を加速していきたいなというふうに思っております。えー、またあの今井さん公人と松原さん公人にお伺いしたいと思うんですが。 えー、先ほどあの、今井参考人の方からあ、周辺的なものについてのお今後の対応ということのお話もちょっとあったところであります、えー、そちらの,お、まあ、あの具体的なことをもうちょっと教えていただきたいなというところを、まず、えー、質問させていただければと思います。今井参考人はい あの私の意見として申し上げたことになるのですけれども、まず第一は、これから免許を取ろうとする方の交通教育であります。でえっと、道路というのは、みんなの公共用物ですので、みんながまあ日本的に言うと譲り合って、ルールを守って運転するのが当たり前で、免許の取り立てのときは多くの人がそうするんですけれども、慣れてくると、 まあ緩んでしままううといいのがが残念ながらございますですので、再教育を含めて、免許の再更新等のときにしっかりと、えー、途端に凶器となりうる大変なものを扱っているんだという認識を強化していただくような教育が必要だと思います。で、その際には、あのこれだけ重たい刑罰が予定されていますという言い方が一つあるんですけれども、えー、車の中では、 各国の研究を見ますと、血圧が上がったり、あるいは普段冷静な人も気質が変わるというふうなことが科学的にいろいろ出ています、ですから先ほど柳原参考人からもありましたけれども、法医学者の知見、あるいは、えー、交通心理学の方の知見を含めて、トータルに危険でない走行を多くの人ができるような施策を打つということがとても大事だと思っております横倉勝夫君あ。ありがとうございます あの松原参考人も伺いたいんですけど、どのこれ、5号、6号の関係で、実行行為を運転に限定する必要はないのではないかというような問題の提起もございましたけども、う少し詳しく、具体としてどういうことを想定された上で、えで、考えなければいけない課題みたいなのがありましたら、また教えていただければと思います。 現行の4号ですとこれは運転者の速度が規定されているのでこれは運転しないとこの危険は作り出せないんですが5号の場合には被害車両の速度が規定されているのでこちらの方は車で割り込まなくても例えば石を投げ込んだりあるいは生身でちょっと。 飛び出しては引っ込むっていうことでも重大事故は起こせるんですねつまり5号6号に関する限りまあ6号は高速道路上なんで車以外の方法は限定はされるんですけどでも5号6号は運転以外の方法でも重大な危険は作り出せるのは確かなんですよ。その意味で一案ととししてはは運転に限定しないっていう立法があり得ることはありりるこ ですが私はそれは少し犯罪の類型として違ってきていわゆる交通事故の延長とはもう全く違う別個の犯罪行為なのでそういうのを捉えたければやはりできたら刑法に別の規定を設けるべきだし現在も往来妨害致傷罪というのがあるのでそれでかなり賄えるのでその意味では5号6号で何で運転に限定しているんだ という質問はあり得るだろうけど私は最終的にこの法案の運転行為に限定したという判断は賢明であったというふうに考えております八倉勝男君あ,のありがとうございました、えー、本当にあのお三人の先生方のご意見大変貴重になりましたしっかりまた引き続きご指導いただいて反映できるべくところはしっかり頑張りたいと思いますありがとうございました柴田。